こんにちは、こんにちは、こんにちは。頑張ってください。頑張ります。今日は珍しい髪型をしました。羊ヘアです。すごくないですか？いつも配信場所が独なんよ確かに。ちょっとね、お借りしてます。マネージャーさんの部屋、マネージャールーム。テスト期間だから応援してほしい。頑張ってください。もう絶対大丈夫なので、自分を信じましょう。高級な焼肉っぽいやって、どういうことすごい例え、面白いですね。コンセントそこ、いやそれな、独特ですね、このマネージャールームは。いやー、公演ありがとうございました。ココナに夢中人、嬉しい。夢中人、この髪型めっちゃ久しぶりにしたんですけど、どうでしょうか。今日カメラ目線多かったやって。カメラ目線割としてます。ドダメ面白かった、ありがとうございますビンゴしたんですけどあの縦と横をなんか間違えちゃって、こう本当は横にビンゴ狙うつもりで攻めてたんですけど、こう横を狙おうとしてたんですけど、なんか説明するときに縦を攻めますとか言っちゃって、縦横間違えたっていう。え、すごい、なんかお持ちのアイテム来た。ひじりまんさん、ありがとうございます。すごい、これお持ち？すごいアイテム、皆さんありがとうございます。え、なんかめっちゃある、美味しそう。多分横のこと言ってるんやろうなって思った。いや大正解。夜行くよ、今向かってる、待ってます。そう、今日はね昼夜公演ということで、さっきお昼公演が終わりました。いやー、お昼からねすごい盛り上がれて楽しかったですね。その髪型は誰がしたの？かわいい。これメイクさんがしてくださりましたね。髪型かわいすぎる、ありがとうこれね前の B2 公演で一回やってて、実はもうめちゃくちゃ久しぶりにやりました。お気に入りですこの髪型羊ヘア、こんな感じ、すごいですよねかわいい、ありがとう、似合ってる、嬉しい。夜公演はどうしようと思います、どうしようと思います。どうしたらいいですか。夜はちょっと変えたくて、いやこの髪型ね結構好評やから、またなんかでしたいと思います。どうしようかな、夜公演は。
汗だくだくやったのに綺麗に戻ったね。いや本当にもう終わりの時とか公演の最終らへん最後らへんマジでバーコードですよ前髪が。汗すごいんですよね、迷いますね。パンダ、パンダってどんなんやろ。プロアイドルプロアイドルって言われてる。ポニーテール、前髪良くなくなってるよね。いやそうなんですよね。ドラゴンとても同学年に思えない可愛さ。嬉しいです。前髪はあんまり固めないの。いや固めてるんですけどね、いつももう終わる頃にはシャワー後みたいな感じで汗がやばいんですよ。アフロ、久々にここのあのいる公園入れる、最高やって、嬉しい、最高、公園良かったよ、ありがとう。ココナの汗すごい、いや本当にすごいですよね。なんかいつも意外って言われます。羊ヘアなのに猫耳つけてるのウケる。えそうそうそう、途中ね猫耳つけるんですけどどうしようと思って、なんかカチューシャみたいになってて猫耳なんですけど、もうここにぶっ刺しました。こんにちは、ギャップ萌え。ギャップ萌えっていいですよね、やっぱりちょっとギャップ萌え極めたい。夜公演入るの楽しみ、待ってます。汗が最後列まで飛んできたやって、絶対嘘や。ヘッドホンできなさそう。いや絶対できません、これめちゃくちゃ邪魔。あミラーボール来た、ありがとう、お疲れ様、ありがとう。じゃあまあ夜公演の髪型は本番幕が開けるまで楽しみにしといてください皆さん。こんにちは、DMM で見てたけど汗飛んできたでやって、もうそこまでして私も頑張ってるんですよ。どういうこと。ほな一個派解散やね。いやそうですね、最近集まれてなかったからね。もともとチーム N の目撃者公演ではよく集まったりしてたんですけど、もう七歩も今日が最後ということで、一緒に出る公演はもうめちゃくちゃ寂しいんですけど、最後まで七歩と楽しんで頑張りたいと思います。もうずっと話してる、さっきから、さっきもね七歩と写真撮ったのでまたツイッター載せたいと思います。寂しい、本当にあっという間、もう最後の最後までね、ミックスジュースの公演にまたぎで出演してくれて本当に感謝です、ありがたい。リボンのうちわ持っていくやって、嬉しい、ありがとう、かわいい。もう皆さんうちわとかもね、もうめちゃくちゃかわいくて嬉しいです、ありがとうございます。さっき、あそうそうそう、フーワの TikTok に私出てるので皆さん見てください。TikTok ね楽しいですよね、顔が好きです、ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しい。こんにちは、見たよ。いや昨日てっぺんラジオ12時超えて本当にてっぺんだった。いやそうですよね、てっぺんラジオ本当は9時45分の
から始まるんですけど、あの野球飲んで延長になって12時超えちゃったっていう。皆さん聞いてくださりありがとうございます。前まではね1時間あったんですけど、今は15分なので、こう15分の時間の間にめちゃくちゃ内容が詰まってると思うので、いっぱい聞いてほしいなって思います。ありがとう、遅い時間でもちゃんと聞いたよ、ありがとう。劇場でもここなのかわいそう、最高だった何ですかそれなんかうちは見してきた、ちょっと待ってくださいね。なんか近重さんがこのうちわをこれ見せてきました。なんか知らないんですけど、びっくりした。なんか知らないんですけど、うちわが飾られてて、私のマネージャールームにパン。皆さんこれ持ってますか？やっほーやっほー。そうだから飾っときます。持ってる、もちろん嬉しい、ありがとうございます。レス欲しかったんやろ、やってそういうこと。やっほ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 、かわいい、ありがとう。え、うんえ、うん、その衣装も好きね、新衣装めっちゃかわいいですよね。夢中人の曲も新衣装でめちゃくちゃお気に入りです。え、こんにちは、夢中人よかったよ、ゆずここ旅してます。え、嬉しい、楽しんでください。ココナのモバメおすすめってコメントで宣伝してくれてるおすすめです。皆さん撮ってない、そこのあなたぜひ取ってください。お持ちメール1日に2通ぐらい送ってて、たまに3通とか、ちょっとバタバタしちゃった時とかは1通なんですけど、基本2通は送ってるので、おすすめです。1日2通助かるやって、ちゃんと毎日来るって毎回楽しみにしてる、ありがとう。もう場面多いの嬉しい、よかった。いやもう2通送るっていうのはね、1日に心がけてるので、マジでおすすめやって、ありがとう。東京タワー見れてよかったね。そうなんか最近東京でお仕事をするときに、たまたま帰りの移動中とかに東京タワーを見ることが多くて、なんかすごい綺麗かったです夜やったからめっちゃ綺麗、しかももう 真上だったんですよ。モバメ写真もたくさん送ってくれるの嬉しいやって、イエーイ。え、そう、しかもなんかあれ東京タワー赤じゃなくてオレンジらしい、すごいですよね、めちゃくちゃ赤と思ってた。皆さん
詳しくてすごいですね。あ、15分経ちました。ライトによって変わったりするよね。確かになんかいろんな色とかもありますもんね。東京タワー見える、タワーマンション住めるといいね。そう、 MC でなんか将来どんな家に住みたいみたいなお題だったんですけど、ずっと昔から憧れてるのは東京タワーが見えるタワーマンション。ちょっとそれ目標に頑張ります。最上階、そうですね、てっぺんがいいですね。すごいこのアイテム。ではショールーム終わりたいと思います。そうですね、また夜公演終わりすると思うので待っててください。夜公演もよろしくお願いします。じゃあスクショタイム、ありがとうございます。ランキング読みたいと思います。13位がのぶきちさん、ありがとうございます。12位がしのさん、ありがとうございます。11位がしらたまさん、ありがとうございます。10位がささきんぐさん、ありがとうございます。9位がスティーブさん、ありがとうございます。8位がえいじさん、夜公演よろしくお願いします、ありがとうございます。7位がサインタン、ありがとうございます。6位がしんぺいさん、ありがとうございます。5位がつらかわいすぎてさん、ありがとうございます。4位がみおっちさん、ありがとうございます。3位がライトワンさん、夜公演よろしくありがとうございます。2位がにくみんさん、ありがとうございます。で1位がてるるじゃん、ひじりまんさん、昼公演楽しかった、ありがとう、嬉しいです。皆さん夜もよろしくお願いします。また後でショールームするので待っててください。バイバーイ、ありがとうございます。